モダーンは、ギブソンのエレクトリックギター。1950年代、ギブソンはライバルであるフェンダーのテレキャスター、ストラトキャスターにより、シェアを大きく失っていた。そこで反撃をコンセプトに、近代的なソリッドボディを3本制作する。1957年6月27日、ギブソンの社長テオドア・マッカーティは、米国特許商標庁に、フライング V、フューチュラ、 モダーンの3本を提出。特許は1958年1月7日に発行されたが、モダーンはカタログには載らず、この時モダーンが生産されたのかどうかは熱い論争の種となっている。マッカーティは、プロトタイプは少数作られたものの、いずれも最終的品質に至らなかったと語ったという。1982年、ギブソンによりアトランタでのナムショーで、 ヘリテージシリーズの一環として再発表され、後に韓国エピフォンで生産された。外見的には、モダーンはフライング部位のように長く伸びる、低音源側、サメのヒレのようにえぐり取られた、高音源側、扇形のヘッドとゴールドハードウェアを備える。生産数の少なさと先進的デザインから、コレクターはモダーンを探し回っている。ありがとうございます。